んばんわん、こんばんわん。こんばんは、こんにちは。どっちかね、どっちかね。雨？でもさっき外出たけどちょいちょい降ってたけどね。東京雨降ってる。てか別にラジオじゃなくてもいいや。ってことで顔出しします。じゃん。ちょっと今からご飯食べに行くから、ご飯食べに行くからメイクするからラジオ配信しようと思うんですけど、別にラジオじゃなくても、おっとっと、よい。沖縄も今日寒い。寒い？全体的にね、寒いのかな。東京寒いよね。リラもさっきなんかモコモコの服着てモコモコ、これ着て外出てた。これ着て外出た。ご飯食べに行くから。おい、大阪寒くないの？大阪は寒くないんですか？ちょい寒だよ、こっちは。何食べるんかな。何かでもね、リラね、昨日だ、もうリラ土曜土日もずっと引きこもってたの、お家に。もうドトール買ってきちゃったよねいやお腹空いちゃってさ、昨日もそんな食べてないし土曜日もそんな食べてないなくて、なんかお腹空いちゃって、なんかドトールその用があったからちょっと外に出てたんですけど、用があったから外に出てたんだけど、ドトールのなんだろう、これアセロラパインブルーベリーヨーグルトみたいなやつと、なんか普通にケーキ買っちゃった。お腹空いちゃって買っちゃいましたね。うん、めっちゃ朝って感じの味するすごい、ものすごい。そう、ご飯行くんだけど、でもね、昨日もその終わってからご飯食べよう、そのショールーム終わってからご飯食べようと思ったんだけど、結局食べなくて、なんかいろいろやることがあったのでやることやって
寝て、とりあえず寝た。お腹空いちゃったんよ。だからランディは腹ペコ。私ドトールと行かないんだけど、なんかあまりにもドトールのこのなんとかかんとかみたいな、感じのなんか広告みたいなのがバーンってあって、あまりにも美味しそうで、なんかついなんかで、沖縄っていう言葉に敏感なんですけど、まあ沖縄出身だから、だから沖縄のアセロラとパインって書かれてたから、これ買うしかないでしょと思って買っちゃったよね。大丈夫、土日ほぼ何も食べてないに等しいから、今日はめっちゃお腹空いてる。カンドラ見てよ、見ましたよ。何話まで見たっけ。11話まで見た、あと5話で終わり。最近なんかガーリーな、フレンチガーリーっていう部類の服が好きなんですよね。ラジオにしてたけど別にラジオじゃなくていいやと思ってここにしちゃった。危なー、店舗名書いてるし、危なー剥がそう剥がそう。そう、なんか最近なんかさ、いやもうパーカーを持ちすぎてるなって思って、最近なんか同じ服ばっか持ってるなと思って、なんかその今フレンチガーディっていうね、なんか類の部類の服が好きだから、ストリート系も着ながらパーカーとかももちろん着るけど、なんかリボンついてる服好きなんですよね私最近。そういうのなんかばっか着てる気がする最近。いや似たような服を買ってしまう傾向は分かります、めっちゃ分かる。フレンチガーリーよりフレンチトーストが食べたい、なんじゃそれ。軽くメイクしよう。最近ねハイフに行ったからハイフに行ったからめっちゃ顔がむくんでなさすぎて最高なんだけど、何これ。いや土日そんな食べてなかったからっていうのもあるかな。なんか暗くない画面。痩せてないと思う。痩せてはない、絶対的に痩せてない。そう美容の皮膚科とかでやる配布。やったからかな。
でもなんか顔が引き締まってみる。なんかハイフって整形じゃないよなんか顔をなんかキュッ、なんかむくみとか取るなんか施術みたいなのがあるんだけど、それをハイフって言うんですけど、やばいよ。なんかはその自分がなんかどれだけなんか家にいるかみたいな見れるアプリがあるんだけどさ、なんか2日と1時間家にいた私、まるまる2日とプラス1時間お家にいたね。さっき家出るとき見たら、なんか顔ゴリ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 っていうか、なんかシューみたいなするやつですね。めっちゃ引きこもった。なんかコルギじゃない、なんかね調べたら分かると思うんだけど、なんか機械みたいなのを使ってなんか顔を引き上げるみたいな、なんかみんちゃんさんが書いてる、高度高密度終点式超音波治療法だって。ご飯ちゃんと食べてるよ。いや雨だからさ、出るなんか出る気も失せちゃうしさ、ゴールデンウィーク出かけすぎてさ、ちょっとやばい何がって感じだね。やばいの、ちょっとカンドラハマってるし見るの、なんか一旦出かけるのやめようと思ってやめた。出かけたらお金使っちゃうじゃんね。誕生日イベント、あそう誕生日イベント来るよねっていう、やばい、コンシーラー買わないと。昨日帰ってないけど夏には帰りたいなって思いますね。7月とか帰ろうかなって思ってるよ。やばい、あと私最近乾燥がやばい、めっちゃ乾燥してるんだけど肌が。どういうこと？乾燥してるとメイクしたくないんだけど、すっごい乾燥してる。そうだから7月この帰るタイミングまでに免許を取りたいね。絶対取る。頑張るよランディは。そうだよ、50周年で沖縄。やばい、ファンデーションがないぞもう。てかさ、みんなに相談があるんですけどさ、まあ私の生誕イベントがまあ5月20日の金曜日にあるわけなんですけど、なんかそのショートランディこのなんかもうこれヘアアレンジができないのよね、この髪の毛。ショートランディがいいのかで、なんかエクステつけようか迷ってて、もはやもはやランディはエクステをつけようか迷ってて、なんかみんなどっち派っていう話を。
せっかくならね可愛くしたいですよね。やばい、ファンデーションがない。だからどっちがいいんだろうって思って、ミクシでつけてロングにするか、このショートのままいくか。もうこのショートは本当にやることない。今くらいの長さあんまり見たことなかったから新鮮だけど、そうだよね、昔はねよくショートだった時代もありましたけど、そうだよね。エクステつけてどういう感じにしようかな、わかんない、決めてないけど、なんかみんな結局ショートとロングどっちが好きなんだろうって思ってっていう疑問。わかんない、どうせみんなに会うならね可愛くしてあげたいじゃないですか。いやショートね、なんかね邪魔なんだよね、お風呂上がりとか。なんか私大体お風呂上がり結んだりとかするんだけど、なんか結べないことはないんだけど、なんかポロポロ髪の毛落ちてきちゃったりとかね、しちゃったりねするの。だからなんかこの時期のこの髪の毛のサイズって一番難しいよね。あ、今の長さぐらい。これ本当に何もアレンジすることがないの、これ。なんかなさすぎて笑っちゃう。ショートが嫌いなわけじゃないんだけど、なんかやることなさすぎてね。もうやるならこんな髪型とかかな。ポニーはできないね。ポニーは無理だね。こんな感じかしらね。もう結んだら普通になっちゃうから、ショートでなんかアレンジするって言ったら、色はそうだね、色はそのままだね、こんな感じになりますね。もうシンプルにこうストレートで行くか、どっちか。このー
ラスタイルはむずい。自分じゃ何もできん。こんな感じかしら。イベント来てくれるにょん。むずい。エクセつけるか迷うね。短いと特に何もできない。っていうのがあります。出てきますね。ヘアアイロンで髪の毛巻き巻きしたいの。どう、とりあえずなんか可愛くしたいですよね。可愛ければ何でもいいよ。それはそれで。これ以上本当に思ってるそれ。やべ、つけすぎた。いやでもちょっとハイフやったから本当に顔の調子が良すぎてルンルン。ルンルンなんですけど、すごい。今からこれをぼかします。すごい濃く塗りすぎた。つなびた。本当にてかね、最近ね、まかない先にね、同い年のね子が入ってきてね、すごい仲良くなれそう、友達できそう。超嬉しい。全然すごい私に敬語だけど超敬語だけど嬉しい。ね、LINE 交換した。LINE 教えてっつって。うん、同い年同い年。同い年の子ですね。
偉そうにしないよ、タメ口でいいですよって全然敬語使わないでくださいって言った。リラ敬語使われるの好きじゃないから。あんまり同い年とかで敬語使わなくていいよって言って、いやそんなことできないですって言われた。ヘイリラ、カラオケは相当仲良くならないとあんまりいけないな。まあね、でもいや学生じゃないともう分かんない、そんなね詳しくはね、ランリーも聞いてないけど学生じゃないと思うな。イエーイ、メイク終わり。入ってすぐに敬語じゃなくていいよなんて言われてもね、無理よね。確かにそれはある、それはあるね。一回さ、みたいにやってみよう、模擬模擬練習。メイクしたのに血色がない、血色がないわ。でもそのセレナからその誕生日プレゼントでアイシャドウをもらったんだけど、なんか最近それでメイクしてるんですよ、いつも。セレナからもらったアイシャドウを塗ってメイクしてるから、なんかメイク変えたでしょってめっちゃ言われる。あとメイク上手くなったねって言われる。そうかなと思って、変わる、そんな変わるか。自分的には何も変わった感じはしないけど、変わってるのかな。いやお腹鳴ってないと思う。なんかあとよくわからないフェイスパウダーを最近やって、こうやったらいいんだっけ、何がいいかわかんないけどいいっていうか、とりあえずやってる。わかんないリア、その雑誌も買わなければ YouTube でなんか美容チャンネルとかも見ないから、なんか何が変わってるのか分からん。
オルちゃんメイクが何か分からん。チャイボーが分かるよ。なんかめっちゃ濃いやつでしょ。ちょっと羽にします。こうほんと中途半端にしか髪の毛がないからおかしい。大人になったのかな。やっぱ二十歳になったから顔が大人びてきたのかしら。え、難しそうでしょ。そうランディよね。二十歳になったの。え、マジで難しいよ。この長さ超むずい。自分でやるってなるとむずい。やってくれる人がいたら別にさ、なんか何でもいいんですけど、別にこれ自分でやるってなるとね、むずぴーむずぴー。太巻きが好きなの。いやなんかねこの髪型もやること外巻き外巻き返したらボブ似合わないからさ、ランディボブガチ似合わないからね、外巻きしかやることがないから一旦外羽にするよね。いやムズピーって入りじゃない。いやムズピーなんて言ったよ。むずい、もうなんかむずすぎてヘアアレンジもうめんどくさい、めんどくさくてエクステつけたくなっちゃう。髪の毛結んでも落ちてくるし。すっごい無意識に言ってた。とりあえず外羽にした。ここからどうするかですよね。外羽にしたのはいいものの、どうしようね髪型迷うな。みんなになんか頻繁に会ってるなら別にさ何でもいいと思うんだけどさ、やっぱ久しぶりに会うからこそ
ますよね。よくわかんない髪型にするところだ今、やばい。一旦これで止め、あーイベント他のライブとかの分、ライブとか含めたら1年ぶりとか、とりあえず止めてみた。外すかもしれんけど。いや、なんか違うね。なんか違う、やめよやめよう。なんか違う。取っちゃった。普通に今日は巻くか。普通に巻き巻きします。巻くのも下手くそなんだよね、ショートにしてから。クソすぎる。もう最近致命的よ。ショーツはね、難しい。むずちい、むずちい。
かそれはバブル時代の人みたいだったもんね。とてもバブル時代の人だった。見てやばいやばいけどとりあえずいいや。もう最近ショートにしていろいろ髪型をやって学んだ。とりあえずね、とりあえずこのやばいのにしとくの。とりあえずはロングだったらいいんだけどね。ショートはとてもとてもやりづらい。これ 32mm のコテって言うんですけど、この32じゃなくて28とか、なんかもうちょっと細かいの買えば巻きやすいと思うんだけどね。買ってないっていうね。いらんやろっていう。なんか犬みたいだったね。ここトイプードルみたいだったら、配信久しぶりだね。昨日もやってたよ。本当にやばい。私も最近20センチくらい髪切りました。めっちゃ切ったね。犬みたいになってるね。まあ、雨降ってるから外跳ねでもよかったな。そう、逆に男の人のヘアアレンジとか難しそうだけどねやったことないからやったことないね。やったことないからさ、できないけどさ。大丈夫かな、後ろ。
頑張って巻いた。よし、今日それでご飯行くの。そう、これはねあれなんです、家に出るまでね崩してはいけない。これをね後ほどねガーって崩すんですけど、全部この巻いたやつをガーって崩すんだけど、これはねスプレーが固まるまで崩しちゃいけないっていうことを最近ランリーは学んだんで、めっちゃなんかおばさんみたいな髪の毛になってるけど、これはまだ崩してはならないのです。やばいよね。そう、これ家出る前ぐらいに崩すとなんかケープが固まってくれてていい感じになるっていうのを最近学んだ。そうだからまだヘンテコリンなまま。難しい。雨降ってたらもう湿気でやばいよね。やばい、でもさ土日引きこもってたからめっちゃ一瞬だったな。早くほどきたい。これほどくのが楽しいんだよね、めっちゃほどくのが楽しいの。早くほどきたい。これで外で歩いたらまんまやばい人よ。前髪洗いしようと思ったのに髪閉じちゃった。ほどくっていうか、なんかこうガシ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 櫛で解くの。え、最近学んだ。
これはリラ流かな。他の人がどうかは分かんないけど、リラはこうやるっていう感じですね。一応完成。さっきのアイロンと違うやつ使うのはなんで？なんかストレートアイロンとなんかくるくるするアイロンがあって、今やったのはストレートアイロンで、なんかすごいの前髪とかやるやつだね。前髪やるやつとなんかこういう髪の毛の巻きをやるやつで使い分けてるっていう感じですかね。女の子って大変だよね。とても。お金かかるし。俺はよくストレートアイロンでウェーブ作るよ。え？自分で？すごいね。いやね、こっちの髪の毛巻くのが超下手くそなんだよね。こっちはねまあまあうまいんだけどね、ここがすごい下手くそなの。超下手くそ。坊主とかめっちゃ楽そう。いいな坊主、いいな坊主って。坊主坊主楽そう。リラはもうなんならもっと髪切りたいもんね。リラ全然もっと切りたい。てかモンブラン食べてないし。なんか最近ね、なんか自分なりに頑張ってて、なんか写真撮ってもらおうと思って、インスタとかなんかそういうやつのなんか写真撮ってもらおうと思って、なんかこう頑張って髪の毛とか巻いていくんだけど、なんかね忘れちゃうんだよね、いつも写真撮ってもらうの。だそれでね、なんかやってやちゃんとやってる意味ないっていうのが最近のランリーですね。ただのアホや。スプーンついてないし、モンブランの。アホか、イベントの時ノーメイクで行くわけないでしょ。モンブランいただき。うん、めっちゃ抹茶。ものすごい抹茶。うわ、冷やしとけばよかった。ぬる。うわ待って、食べ方下手くそすぎる。やばい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 。
うん、なんか大人の味がする。うん、抹茶のモンブラン、うん、うんうん、今思ってたのと全然違った。ラリーが思い描いてたのと違いました。ちょっと どうしよう、癖つけるか迷うね。うん、めっちゃ甘いってわけじゃない。なんかタルトモンブランだと思ったけど、なんかパイっぽい。すごい。よくわからん。いや、帰ってくれば食べよう。最近ちょい残しが多いんだよね、私。すぐちょい残しする。あるやん、フォーク。ないと思った。なんか下の生地がなんかパイ生地なのか何なのかよくわかんない。これは帰ってから甘い甘い。ちょっと多分今日起きて一発目口に入れるのがこれだからすごい甘く感じる。じゃあそろそろ終わるか。そろ終わらんりします。また配信するよ。家出るときにこの紙を外します。ということでランキング読みます。13位、ふくふくさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で12位が横野さん、ありがとうございます。そして11位がかねっちさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。で10位が栗原さん、なんて読むんだろうこれ、栗原さん、ありがとうございます。で9位が長崎在住の関西人さん、ありがとうございます。そして8位がえの兄さん、ありがとうございます。そして7位がガラパゴスさん、ありがとうございます。そして6位がラピスさん、ありがとうございます。そして5位がワンタンメンさん、ありがとうございます。4位が YK さん、アットマークリラン中、
イエーイ、ありがとうございます。で、3位がチョロさん、ありがとうございます。そして2位がキングスさん、アットマークリランチュー、イエーイ、ありがとうございます。そして1位がグアポさん、アットマークグンマニア、ありがとうございます。ということでね、ヌンディは行ってまいる。みんな今日も見てくれてありがとうございました。5月20日にイベントもあるので、ぜひあのまだねチケット買ってないよって方はぜひ来てくださると嬉しいです。概要はツイッターに貼ってるのでぜひ見てください。ということで、この辺でさよならんりー、バイバーイ、バイビー。